どうも、朝です。今回はギリシア神話において暖炉や家庭の女神ヘスティアのキャラクターについてご紹介させていただきたいと思います。暖炉とは家の中で火を焚いておくところですが、人類は火を手にしたことで急速に文化文明を発展させることになり、この人間にとって最も価値あるアイテムは、重要がゆえに現在に至るまでに手軽に手にする術が見出されるようになりました。しかし古代よりも以前、原始の人間たちにとって火を起こすことは手軽なことではなく、火は大切に扱われ、家族は暖炉の周りに集まり、火は家族の絆を象徴する存在でした。ギリシア神話においてヘスティアと同じように火に関わる神を代表する神々の鍛冶屋ヘパエストスは、金属を加工するための火、工房における火、もしくは火山を象徴し、そこには破壊と創造という概念があるのに対し、ヘスティアの家庭的な火は家庭生活の守護神として、さらには家庭の集合体である都市を保護するものとして、ヘスティアは国家の正しい秩序を司る女神とみなされ、全てのギリシアの町で崇拝されました。古代ギリシアの各都市には公共の炉があって、その火は絶やさないように気をつけられ、そこでは神々への犠牲が捧げられ、また新しい都市が誕生すると、その公共の成果が分け与えられました。つまりヘスティアは家や都市の中心に必ず存在し、古代ギリシア人にとって最も身近で、その存在を直接感じることのできる女神でした。そんな炉そのものであるヘスティアが自由にどこかへ出かけてしまったら、人々の日常は崩壊してしまうため、ヘスティアは炉から動かないことを望まれ、炉から離れることのない女神と設定され、そのためギリシア神話においてヘスティアが他の神々が巻き起こすトラブルに介入するストーリーは作られず、ストーリーの少ないヘスティアは他の神々のように積極的に擬人化されることも少なく、擬人化されないということは、例えば愛と美の女神アプロディーテのように妖艶に表現されたりしないため、そうしたことも人々がストーリーを想像する機会を奪い、結果としてヘスティアは重要な神とされながらも、ヘスティアにまつわるストーリーは非常に少ないものになったと考えられます。ギリシア神話においてヘスティアは2番目の神々の王クロノスと、その妻レアの長女で、ヘスティアの兄弟姉妹として豊穣の女神デメテル、神々の女王となるヘラ、冥界の王ハデス、海洋の支配者ポセイドン、彼らの父クロノスから王権を奪い、3番目の神々の王となるゼウスが誕生します。ヘスティアの父クロノスは、自らがその父、ヘスティアからすると祖父にあたる最初の神々の王ウラノスから王権を奪っているため、クロノスは自分も父同様に、自身の子供から王権を奪われることを懸念し、妻レアがクロノスとの子を産むたびに、次々に飲み込んでしまい、長女であるヘスティアは一番最初に飲み込まれ、そこから兄弟姉妹たちも飲み込まれたのですが、末弟のゼウスだけは、母レアがゼウスの代わりに石をクロノスに飲み込ませたために助かりました。成長したゼウスはクロノスから兄弟姉妹を吐き出させることに成功し、この時飲み込まれた時とは逆の順番で吐き出されたため、一番最後に吐き出されたヘスティアは兄弟姉妹で一番若く美しい姿で生まれてくることになります。その後クロノスを中心とするティタン神族とゼウスを中心とするオリンポス神族による戦争ティタノマキアで、オリンポス神族が勝利し、神々の覇権争いが一段落すると、最も若くて美しい姿をしたヘスティアはポセイドーンとアポローンよりアプローチを受けますが、ヘスティアはそれらの申し出を断ります。ある時は生殖能力の神プリアーポスが眠っているヘスティアに近づき、隙をついて交わろうとしましたが、あと一歩のところでロバが鳴き声を上げたため事なきを得ましたが、ていうかこれって、そういう時は逆に小さくなるんですかね。このままじゃ無理ですよね。ヘスティアはこうした危険のみならず、オガミたちが自分を争って争うことにも嫌気がさし、ゼウスに永遠の処女を誓い、自身を不可侵な存在にしてもらいます。これに対してゼウスは恋愛の喜びと引き換えに、ヘスティアが全ての人間の家で中央に座すこと、人間が神に捧げる犠牲の最良の部分を最初に得ること、すべての神殿で栄誉を分かつことなどの特権を与え、ヘ
ヘスティアはオリンポス神族の最年長者として丁重に扱われ、上位の存在であり続けることになりました。こうした具合にヘスティアは、見栄と嫉妬と欲望で慌ただしいギリシアの神々において、ただ一人のんびりとしていた存在で、同じく処女神である知恵と戦いの女神アテーナが男を屈服させる屈強さであったり、狩猟の女神アルテミスが男を寄せ付けない厳格さであったのに対して、ヘスティアは男と接点を持たないのんきで影の薄い印象の女神となりました。ヘスティアは基本的にオリュンポス十二神の一人に数えられているのですが、葡萄酒と酩酊の神デュオニューソスがオリュンポス十二神に入れないことを嘆くと、それを憐れんだヘスティアがその座を譲るというパターンもあります。ギリシアの神々は人間との関わりによって多くのストーリーを生み出しているのですが、ヘスティアはそもそも日常生活の中で人間のそばにいるため、特別な関わり方をしたストーリーが少なく、それもこの女神の特徴の一つと言えます。ホラキアの王テーレースは、妻であるプロクネーが妹ピロメラーと会いたがると、テーレースは妻プロクネーの願いに応えるべく、ピロメラーを連れてくるための旅に出ました。ところがテーレースはピロメラーを連れて帰る道中でピロメラーに欲情し、テーレースはピロメラーを森の中の小屋に連れ込むと無理やりにしてしまいます。ピロメラーがテーレースに対して、私はこのことを黙っているつもりはないと言い放つと、逆ギレしたテーレースはピロメラーの舌を切り取り小屋に置き去りにします。舌を切られて話すことのできなくなったピロメラーは事の次第を文字にしてタペストリーに織り込み、それを姉プロクネーに送り、妹と会うことを楽しみにしていたプロクネーは夫テーレウスに復讐することを決めました。プロクネーはテーレウスとの間に産んだ我が子イティスを殺害すると、それをテーレウスに料理として出し、テーレウスは気づかずに我が子を食べてしまいます。やがて事実を知ったテーレウスは激怒し、斧を手にしてプロクネーとピロメラーの姉妹を追い、まさに二人がテーレウスに追いつかれて殺されそうになると、姉妹は神に鳥に姿を変えてくれるように祈り、それを聞き入れたヘスティアはプロクネーをナイチンゲールに、ピロメラーをツバメに、そしてテーレウスは八つ頭へと変えました。このストーリーは各々が変身する鳥の種類に対していくつかのパターンがあり、また誰がどの鳥に変わったかにも意味があるのですが、掘り下げると話が広がりすぎるので割愛させていただきます。最後に、今から2700年以上前、紀元前8世紀にはキンメリア人に代わって主に現在のウクライナと南ロシアに相当する地域に住んでいたスキタイ人なのですが、古代ギリシアの歴史家ヘロドトスの記した歴史では、スキュレスというスキタイの王は母がギリシア人で、スキュレスはその母の方針によりギリシア風の教育を受けた影響でギリシア風の生活を好むようになり、ついにはスキタイ人が敬遠していたギリシアの神デュオニューソスを崇拝するようになり、このことが原因となってこのスキュレスは王位を失うことになるのですが、その後徐々にスキタイ人はギリシアの宗教的影響を受けるようになっていき、やがていくらかのギリシアの神々を信仰するようになります。神々の呼ばれ方が、ゼウスはパパイオス、ガイアはアピ、アプロディーテはアルギンパサ、ヘスティアがタビティなどとスキタイ語になっていたり、ゼウスの妻がガイアであるなど設定が変わっていたりもするのですが、ヘスティアはそこでは最高神として重んじられていました。ギリシア神話においてストーリーが多くは作られなかったヘスティアですが、それでも古代ギリシア人はヘスティアを上位の神と設定し、スキタイ人は最高神としたわけですが、これは古代人がいかに火の大切さを実感して生きていたかを感じさせられます。そして火の大切さは現代人も同様であるにもかかわらず、あまりにも手軽な存在がゆえに、我々はあまりにも火のありがたさを感じずに生きてはいないでしょうか。そしてそれはきっと火だけではないことでしょう。いかがだったでしょうか。古代ギリシア人にとってギリシア神話とはおとぎ話などではなく、この世界の成り立ちを説明する万能学で歴史そのものでした。そのギリシア神話の中でも登場機会の多い神様のキャラクターを知っていただくことで、ギリシア神話並びに古代ギリシアへの理解を広げていただければと思います。
また今後このチャンネルで取り上げてほしいテーマなどありましたら、ぜひコメント欄で教えていただければと思います。それでは、アーサーでした。